はい。なんだろう。あっしゃ。無限や。これ何？オッケー。平和だな、のどかだな、正月だな。いい天気でよかったね。よかったよかった。はい、おはようございます。おめでとうございます。おめでとうございます。今回はね、海ということで、関東の、江戸川放水路から出店の、林優先さんに遊びに来てます。何が釣れるんですか？今ですね、サワラをメインにタチウオだったり、イナダ、ワラサと、もういろんな五目釣りが楽しめるような状況になってます。ほんまですか？はい、ね、頑張ろう。ややこしい人ややこしい人連れてきてます、彼女らは、実はあの以前にね、海太郎フィールド、モニターとして頑張ってくれてて、今回は、まあ、あのぜひ関東に村上に来てくださいということで、お誘いを、いただいてですね、来ました。はい、じゃあ一日遊びましょう。はい、よろしくお願いします。はい、頑張ります。さあ出船ですね。シーバス釣れるかも、それから青物釣れるかも、サワラ釣れるかも。さて、じゃあ何から行きますか。魚魚スピンの針、後ろの針取ったやつね。よし、ブレードの針がないってことは、まあブレードの針がないところを触っててもハッハッ滑るんで、まあガブって食うまで合わさんければ大丈夫なはず。タングステンにブレードつけたもので、ノーマルにブレードつけたもの、なんかやっぱりね、ボディが小さくないといけないということで、いろいろ工夫はしてきた。まあ、あの他の動画を見てくださってる人はご存知かと思うんですけど、ブレードの釣りが好きではないのね。好きではない言いながら、まあ自分で作ったら多少は興味を持つようになった、そんな感じ。先週ちょうど来た時に、まあ、サワラも釣れましたし、タチウオとか、あとイナダも混じって、本当にルアー5目っていう感じで、すごく楽しい感じでできたので、ちょっと今日もそれを期待したいなと思ってます。僕はしゃくってみようと思います。うわ、ローライトだな、ローライトだわ。はい、ロッドがね、5シャフトシャンシャン丸で、リールが3000番のセルテートで、 P1 号か P1.2 号で、リーダーが6号プラス20号。20号はこの前ね、結構ベイトまとまってるんで、ね、サワラ対策で、あとは20号でも食うんなら安心できるじゃないですか、次から。うわー、20号だとやっぱり食わへんのかなってなってんのを慣れさすために20号ついてます。18メーター前後ですね。ハンドね、上から8から15メーターの間です。もうだらけやん。はい、2024年何の魚が釣れるでしょうか。一発目、あ、来た。なんだろうなんだろう。おい、サワラ。あー、今見えたよ。今日の目標は、そう
ですね、今日の目標としてはまずやっぱり魚を1匹あげたいなと思ってます。さっきちょっとバラしちゃったので。はい、おはようございます。田辺と申します。どういう感じですか？村上さんはもう一方的にファンで、かれこれもう25年以上追いかけ続けてます。憧れ続けてます。はい、反応に対して、下からこう帯状にぶわーって、はい、反応出たんです。はいはい、タッチがいるよなって思ったんです。なるほど、タッチャンですね。即興は即興でやろうか、即興を作ろうか、両方ともトリプルフックで、それをスナップを返して作ってます。まずは猫メタルの 60g、 水深 25m。ん？お？立ちようか。立ちようかな。濃いな。ちゃう。ちゃう、こっちや。あ、落ちた。あんなんおるんだな。こっちか。あ、だった。お？おお、狙って釣れたね。ハネエビですね。ワームに変えてみようと思って。で、変えてボトムでしゃくったらすぐにかかりました。嬉しいです。いるじゃん。いるじゃん、いるじゃん。セコメタル TG50g のグレードチューンで、割と上の方まで巻いた時にガツンときました。シャンシャンで釣れないな、やっぱ。巻き巻きだな。ハマチはいないですか？あんまり。昨日2本。ああ、そういうことか。ブレード、スモールチューン。これでやりきろう。しゃくりたい。揺れないように。もしくは揺れて、これでも揺れてるでしょ、ほら。これね。でもこれ実はそんなに揺れてないんですよ。横に揺れてるだけで。これがこうなったらダメなんですね。こう上下に、慣れてないうちは多分柔らかい竿を選んで、まあ投げれるギリギリのね柔らかさでやると、竿が曲がってるんでブレようが何しようがね、先が安定するんで、その方がいいと思います。平和だな、のどかだな、いい天気だな。はい、ロッド変えました。ハートランドリベラリスト8フィート、ドラドポッパーなんだけど、僕が新たに、中のウェイトをチューンしたものね、まあ、バス用だったんだけど、セッティングがすこぶる決まってるんで、そのまま海でも使えるはず。わざとスプラッシュ出すんじゃなくて、水を引っかいてるだけ、ジュビジュビジュビジュバー言って、でラトル音を鳴らしてる感じでね。リズムがどのリズムでいいかがわからないので、やっぱりブレードが楽、そういう時はね。結局サワラするのは早く巻かないといけない。その他のものが何で反応するかわからないけど、ちょっとスローに巻く可能性もあるっていうことで、一つは今作ってるブレードね、これもともとこの魚魚スピンというスピンテールジグを作ったんだけど、このブレードだと針に絡んじゃうのね。思いっきり巻いた時に針に絡んでダメなので、この針の大きさよりも短いブレードを作りました。でこれは早巻きをで、ゆっくり巻くのにはこっちがいいんだけど、針がない方がゆっくり巻けるんで針を外してます。新作のブレードがついた魚魚スピン、これも外して、ここでつないでます。ブレード変えてます。ブレードと針をね。でかいの？いいな。いいな。コメンタル TG50g ブレードチューン、タングステン 50g、
エゴメタル、はい、グレードなし。タングステンはね、シャクルには斜め引きにはあんまり向いてないというか、気持ちいいアクションにはなってないなんだけど、擦れてしまう。だからブレードと一緒で、なんだろう、独特のパワーがある。はい、移動しましょう。上げてください。おおお止めてた、くだで。なに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 、フグや、フグ。あ、フグ、トラフグだ。え、マジや、ほんまや、トラフグや。イエーイ、正月特番なったわ。イエーイ、トラフグ DLF。 よう引いてるや。はい、ネコメタル TG50g で釣れました。一生懸命諦めずに巻いたら、中層でドカンと釣ってくれました。やっぱりブレードやりきれる人は釣れるんだな。よし、当たらへん笑けてくる。来た、すげえ。網はもう後から。なんでなんで俺も猫メタルで時々やってんだけどな。一発かけるぞ、絶対に、絶対かける。何これ、これ何、これ何、何、なになに、なになに、これ、なに、わからん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 、なになになに、なになに、なになに、あ、これ青もんか、これ。いや、あ、ちゃう、サワラか、ぐりぐり言うてるわ。お、サワラや、サワラや。あ、ちゃう、青もんやな。はい、いや、いや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 、まだまだ取ってない、まだ取ってない、まだ取ってない、まだまだ取ってない。ああ、しゃあ、あ、ゼロじゃなかった。あ、よかった、あ、よかった、よかった。皆さん、心配させました。ブレード変えたやつで釣れました。つばす太いな、こいつは。良くないハマチより絶対うまいで。はい、これが魚魚スピンの 40g に、ショートブレード、作ったやつをつけたやつで釣れました。なんかね、ボトムについて巻き上げる時にもうかかってた。 OK、 ご機嫌。愚痴ばっかり言うてよかったねずっと愚痴言うとった。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。すいません、よう釣りませんでした。ちょっと厳しかったですねまあまあ、でもみんな合わせたら釣れてるんで、はい、ちょっと遊びすぎてダメでした。はい、でも5目釣れましたね、一応ね。はい、ま、僕は一応幸福の服を釣った、はい、フグ釣れましたトラフグね、小さかったですけど。でも僕の代わりにね、3人さん、ね、もう一人男性も釣ることができて、とりあえず僕はやっぱりリベンジですね。はい、ぜひ、はい、ぜひまた来ていただきたいなと思います。はい、正月早々リベンジ決定ということで、はい、今回はどうもありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。また来ます。明けましておめでとうございます。伊勢の赤松健です。さあ、村上師匠の海に引き続き、僕たちはブラックバスをやっていきます。で、この
まあ、ルアー合衆国初登場、今回は実は強力な助っ人佐々木勇気です。おはようございます。一斉フィールドモニターの佐々木勇気です。まあ、徳島って結構有名なとこだけどプレッシャーもすごいんですよ。それを彼がきっちり今日は釣らしてくれるらしいんで、新年早々言い釣りしたいなと思います。じゃあ頑張りましょう。頑張ります。お願いします。ここはリップラップだったり、ちょっと奥行ったらウィードが残ってたりするんで、そこをやってみたいと思います。はい、お手並み拝見ということで、はい、先流しててください。ありがとうございます。失礼します。キャラメルシャット 3.5 インチの前が 1.3、 後ろが 0.9 グラムのネイルリグです。今日の状況は水温はまだ10度以下になってないと思うんで、まだ巻きで釣れると思うんで頑張ります。さあ、巻いて釣ってくださいということだったんで、ちょっとごめんなさい、これはまだ詳しく見せれないですけど、今回はバンバン新作とかそういうの出していこうと思います。岸からね、3メーター、4メーターぐらい石畳がずっと入ってるんですよね。それが終わったとこぐらいのラインを狙ってます。石畳の上はもう50センチも水深なくて、その向こうは 1.5 メーターぐらい。シャロー際とかそのブレイク際に割と寄っとるタイミングで巻いて釣れんかなと思って浅してたんですけど、ちょっと水が悪くて岸寄りにはいない感じがします。佐藤良樹がね、パワービービービーバグの使い方を教えてくれて、まあよう釣れることと、パワービービービーバグのフリーリグです。シンカー 10g、 ここにゴムのストッパー入れてます。これ入れてるのは、これ入れないとこの愛が結び目を越しちゃってここで固定されちゃうんですよね。せっかくシンカーがフリーなリグなのに、この結び目に入っちゃうとシンカーが動かなくなることがあるんで、このゴムでこれ以上向こうに行かないようにしてます。この付け根が細いこと、それからさらにここの前のくびれが細いこと、ここで1個ジョイント、ここで1個ジョイントがあって、その先に大きなパーツがあるんでよく動くんですよ。このよく動くということは自発的アクションが生まれて、人間味のしないアクションが出てると、だから釣れるんじゃないかなと思います。まあよく釣れます。これただのホッグ系じゃない。え、ちゃうよな、めっちゃ当たりっぽかった。パワービビビバグの 10g フリーリグで、これ大きなウィードでズルズルやってみたいと思います。水深が2メーター半ぐらいで、でボトムが泥で、その上にリードが生えてて、そこをパワービーバグの 10g フリーリグで引っ掛けながら外して当たった。食ったんちゃんこれ。おっしゃ、あーバレたー、うわあ、マジか。もうちょっと送ってよかったかな。朝からずっとさっきが抜けないです。めちゃめちゃ出てる出てはりますよ。さあ移動してきました、2カ所目。はい、ここは中流。中流です。うん、いいバスいるはずです。頑張ります。パワービビビバグの 10g フリーリグで、これ間にラインのスレ防止のゴム間に挟んでます。左利きやっけ、どっちでもキャストできんやんな。はい、今左でキャストしてた。今左です。フルキャストできんやろ、どっちの手でも。そうです。ほら普通にそうですって言われてできひんし。 AK チャッター21、真後ろついてた。移動しますか。暗いやん、元気がなくなってるやんか
こんなはずじゃなかったってやつな。そうですね。さあ、きつくて清から違う川に逃げてきました。まず一匹やで。はい、入りましょう。頑張ります。まずはギルギルホバスト、シンカーが 0.9g で、これでやってみます。彼がね、ギルギルのホバストの釣り方を考案した本人です。おっしゃ、めっちゃショートバイトです。ルアー変えてみました。バテラ4インチの 0.45g のネコリグです。お、食った？おっしゃー、やった。初フィッシュ。ありがとう。頼む頼む。かわいいけど。おー、やったー、怖ー。釣れました。スパテラ4インチの 0.45g のネコリグです。雪が収穫、初フィッシュ。沖に投げて、ちょうどボトムついたかなぐらいでアクションしたら、ぐーっと持っていきました。やった！なんと僕の大好きなキャラメルシャッド最小サイズが出ます。キャラメル 2.6 スプリット、行ってこい。めちゃめちゃ小さいわ。これちょっと履いてもらおう、ね、履いたところででかいのに変わると。ないか。ほら、エンドに変わったんちゃう。あ、バレた、うせやん。あー、エンドに変わったのに。作戦成功やったのにね。今小さいの食ってるから、これ吐かして、そんなでかいのに変わるって言ったら A サイズやったのに。バレたやん。移動、移動、ショーイグ、移動します。よいしょ。ジャブジャブ言う前にそのブッシュだけ打ちますか。おるやん、食うたで。マジか。よし、なんかちゃんとハンディングモードになってきた。いくぞ。一匹釣ってきます。数釣りらしいんで、究極の数釣りします。ごめんなさい、せこいことします。バルキースパテラ触りたい、とにかく触りたい。仕事早いわ。お、ちょっと太いで。バルキやるやん。はい、厳しいからバルキ出しました。開けましておめでとう、一周です。いや、今日きつかった。一本までなかったけど、いただきました。さすがっす。これバルキースパテラ 2.8 インチです。スパテラシリーズって10から始まり、 10インチ、 7.8インチ、 5、4、3 ときて 2.8 で、 2.8 なんだけど、3とちょっとシルエットが違います。頭がちょっと太くて、かつリブがめっちゃ深い。それ釣れるやつです。スパテラシリーズはなんて言ったって、これもうテールです。これがあるとないとではもう当たり全然違うんで、これが効いてるはずです。まあ、一番セコいスパテラができました、今年デビュー。よしよしよし、かわいいやつですわ。おもろい。いえ、
バルキやばい。よし。ほい。よし。無限や。てか重い、ちっちゃいのに。このアーム、せこすぎる。さすがせこ釣りの巨匠、和菓子匠の作ったアームですわ。さすがっす。スパテラ4インチの 0.9g のレールリグです。お？まだ食った？あ、うわ、おるおる、あるある、もう一回もう一回。思い出すな、初めて合宿国出た時のこと。ちょっと今日思い出しましたわ。もう何年前かわからないですけどね、丸坊主やったんですよ。自分の一番得意な釣りで冬にワンバイトあったんですよ。それをね、すっぽ抜けしちゃって、で師匠はサクッと一本釣った。あの頃が懐かしいっす。まあ焦りましたね。カメラ慣れもしてないし。さあ移動してきました。最後のポイントです。ここは主流域ぐらい。めっちゃ元気なんやん、ね、初ロケの洗礼を浴びてます。ということでラストのポイント頑張りましょう。頑張ります。いい時間です。よし、気合入りましたね。気合入りました。 GN ミノーです。よし、精一杯のことしよう。佐々木優希氏は完全に洗礼浴びてますね。通るんすよ、みんな。うん、つまるぞ。当たった。惜しいな。沈み虫 3.2 インチで対岸のカバーを狙います。おお、ボイルや。やっぱおるんや。抜けた。今のなんや。キャラメル、キャロです。ショートリーダー。ダメでした。きつかった。きつかったです。きつかったです。これちょっと前釣れてたんやんな。そうです。でもまあロケ日に釣れなかったら言い訳できません。はい。ということで今年1年裏の釣りはなかなか厳しかったです。気を引き締めて精進して今年魚釣り頑張って楽しみます。ということで今年も一斉どうぞよろしくお願いします。頑張ります。よろしくお願いします。